ータービジョンと AI を活用したクラウド型在庫管理システムについてご紹介いたします。上部に取り付けたカメラによって商品の取り出しあるいは戻しといったピックアップ動作を認識し、それをリアルタイムにクラウドに送信することで、クラウドアプリケーションから在庫の数を確認することが可能なシステムとなっております。 RFID タグなどを用いずに、商品の形状や色といった外観の情報から商品の種類を識別することが可能なシステムとなっております。物流倉庫から小売店といった端から端までのサプライチェーンのエンドツーエンドの流通の最適化が可能なシステムとなっております。棚の前面には電子ペーパーを使った電子タグが取り付けられています。こちらの電子タグはクラウドアプリケーションから任意の商品名、価格を変更することが可能になっています。例えば今のペリオンウォーターという表示をアームウォーターという表示に変更してみたいと思います。モバイル端末から簡単に価格の変更が可能となります。電子荷札に組み込まれた ARM の IoT 向け OS エンベッド OS がペリオンのデバイスマネジメント機能と連携し、デバイスを遠隔からリモートで管理しています。そして電子タグで吸い上げられたデータをセキュアにクラウドに上げ、クラウド上のアプリケーションでデータを活用できる形で提供しています。さらにペリオンのデータマネジメントの機能を利用すれば、応用範囲はもっと広がります。例えば小売チェーンを考えてみましょう。店頭の棚からリアルタイムで上がってくるデータと、チェーン本部が CRM に抱えているデータ、さらに EC サイトのデータなどをデータマネジメントの機能の上でマッシュアップをし、その結果に基づいて店頭にデジタルサイネージを配信したり、あるいは電子値札の数字を書き換えて値段を動的に変更することで売上を最大化するといった反則が可能です。